岡山県によりますと、昨日倉敷市船尾町水江の駐車場で、野生のオナガガモ1羽が死んでいるのが見つかりました。岡山家畜保健衛生所が鳥インフルエンザの簡易検査をしたところ、陽性が確認されました。今後、国の機関が確定検査をし、1週間ほどで結果が出るということです。オナガガモが死んでいた場所から半径3キロ以内に、 養鶏場などはないということです。